ロック。この時間はスクールオブロックのインターナショナルクラスセブンティーンのジョハン先生が登場。今夜は生徒のことをより知るための授業、フリースペースに使用するみたいです。インターナショナルクラスらしい生徒が参加してくれるそうです、うん、はい、セブンティーンロックス。학생여러분안녕하세요매월첫째주이시간은스크로브로인터내셔널클래스입니다세븐틴로쿠스세븐틴정한입니다세토노미나상곤방와마이츠키이슈메노코노지칸와스크로브로쿠노인터내셔널클래스데스세븐틴로쿠스세븐틴노정한데스아마즈와슈세키오토리마스茨城県ラジオネームはちみちハニーハニーヘー。長野県ラジオネームカナナバナナ。お、新規番組プンプン番組같은데요。新規番組プンプン番組みたいですね。兵庫県ラジオネームあやっぴーぴー。はい、もちろんジェーニン主席ですね。あ、칭찬합니다。褒めます。우리학생여러분자それでは정한先生が今日の授業内容を発表します。どこ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 、フリースペースにし、スクール Attention everyone 17 locks Story 17 정한です。フリースペースにしは生徒のことをより知るための授業です。皆さんから写真とメッセージを募集しています。早速チェックしていきましょう。埼玉県15歳高校1年生ラジオネームマリアです。マリア、私は4歳から英語教室に通い始めて中学3年生までの11年間、そこで英語を習っていました。その教室は中学3年生で卒業しなければいけないため、教えてくださった先生、通わせてくれた家族に恩返しをするため、中3の最後に3ヶ月間たくさん準備をして英語のスピーチコンテストに出場しました。人前に立ち自分らしく生きるという自分の考えを英語で発表しました。写真は実際に本番で使ったスピーチの原稿です。あースピーチに나간다는것은아정말대단하네요。出るということは本当に素晴らしいですね。コンテスト힘들었을텐데。コンテスト大変だったでしょうに。早速写真をチェックしましょう。かあすごいですね。素晴らしいですね。生徒の皆さん、スクローブロックツイッターにマリアちゃんの写真をアップしています。おお、형광펜이줄이많이쳐있네요마리아짱노력너무많이한것같은데蛍光ペンのラインマーカーたくさん引かれていますね。마리아짱がとてもたくさん努力したこともわかります。이사진만봐도정말알것같습니다。콘테스트결과가궁금하긴한데이거는정말결과가중요한게아닌것같아요。너무나노력한흔적이보이고아저는그렇게생각합니다。경험이중요하다。この写真だけ見てもそれが伺えます。コンテストの結果がとても気になるんですけれども、これは本当に結果が大事なんじゃないんです。この努力した痕跡を見て僕はこう思うんです。経験が大事だって。일단어쩔지궁금하니까。でもどんな結果だったか気になるので。다음メッセージを들어볼게요。英語が大好きで11年間続けてきた私でしたが、毎日2時間学校の先生と原稿を詰めたり、受験勉強も並行して行っていたので、その期間はとても過酷でした。それでもコンテストで入賞する目標だけを胸に毎日頑張ってきましたが、全力を尽くしたスピーチコンテストで入賞することは叶いませんでした。ただ恩返しをしたかった英語の先生にその悔しい結果を伝えた時に、こんな言葉をかけられて温かい気持ちになったのを今でも覚えています。入賞することが恩返しをすることではないよ。出てくれただけで嬉しい。スピーチコンテストに挑戦した経験は、私にとって人のために何かをすることの喜びを知る貴重な経験になりました。
아정확합니다맞습니다귀중한경험이되었어요その通りです。とても貴重な経験になりましたね。아직일단입상하지못해서뭔가이제뭐가족들이나영어선생님께보답을못했다라는좀아쉬움이많이있었던것같은데저는그분들도그렇고콘테스트이렇게열심히준비해서나간것만으로도보답이되었다고생각을합니다우리마리아짱이정말좋은경험했고주변분들도다너무대단하다고생각을할것같아요먼저는유쇼できなくて가족그리고영어선생님이恩返しができなかったと残念で悔しいという話をしていたんですけれども僕はその方々もそうですしコンテストに一生懸命準備して出場したということがもう恩返しだと思うんですねマリアちゃんにとっても大切な経験となったでしょうし周りの方々もマリアちゃん本当に素晴らしいというふうに思っていると思いますよそしてあともう一つメッセージあるんですね英語を続けてきたことで夢もできました最後はその夢を英語で伝えたいと思います I want to get a job where I can use English I want to be an English teacher or cabin attendant 将来は英語を活かせるような仕事英語の先生かキャビンアテンダントなどになりたいと考えています。あ、좋네요。いいですね。이렇게무언가를열심히해서이게꿈이돼꿈으로자기가나중에하고싶은그런장래희망으로더뭔가크게번졌다는게너무좋은것같아요。こうして何かに一生懸命取り組んでそれが夢となっていつか将来の希望となるそのようになったことがとてもいいと思います보통이제그정도나이또래에는이제꿈을찾아서열심히달릴때인데이미이제목표가뚜렷하니정말좋은경험이었다고생각이듭니다그리고또이렇게영어로이렇게얘기해주신걸들으니까약간승무원느낌이나네요네열심히앞으로더열심히하다보면꿈을이룰수있을것같다는생각이듭니다普通これぐらいの年の子たちは夢を探して一生懸命になると思うんですけれどもすでにはっきりとした目標があってそれに対しての大事な経験も積んでいて本当にいい経験だったと思いますそして英語でお話ししているのを聞いていたらもうキャビンアテンダントになったような気がしますこれから一生懸命頑張ればきっと夢は叶うというふうに思いますね、정말너무너무응원하고요앞으로도영어공부열심히하세요本当に心から応援していますよこれからも英語の勉強一生懸命頑張ってくださいねマリアちゃん夢に向かって頑張ってねはあ、そろそろ授業終了の時間です오늘도또이렇게마리아짱의이야기를들어봤습니다今日もまたこうしてマリアちゃんのお話に耳を傾けてみました꼭앞으로도더열심히해서우리마리아짱이원하는그런직업을얻었으면좋겠습니다これからもっと一生懸命頑張って마리아ちゃんの望んでいる職業についてくれたらいいなというふうに思います너무너무우리학생여러분들에대한이야기를들을수있어서너무좋았고다음에도또이런기회가또있었으면좋겠습니다生徒の皆さんのお話を聞くことができてとっても嬉しかったですし次回もこんな機会があったらいいなというふうに思いますみんなのことをもっともっと知りたいのでフリースペース日誌に参加してくださいそして明日はこのクラスにドギョム先生が来てくれますそこそこだよ정한先生が来てとドギョム先生を誘いましたあー일단벌써기대가되네요まずはとっても楽しみですね도겸이가와서어떤텐션을보여주고갈지정말기대가되는데요아마레전드편이나오지않을까싶습니다도겸선생이来てどんなテンションを見せてくれるのか本当に楽しみですきっとレジェンド界になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども그럼저는이만돌아가보도록하겠습니다今日はこの辺にしたいと思います네학생여러분내일도인터내셔널클래스에서만나요세토노미나사아시타모インターナショナルクラスで会いましょう。以上、セブンティーンのジョンアンでした。バイバーイ。ぴょん。ん？最後、ん？何か言った？ぴょんみたいな感じで最後。かわいい。